特別なセブンイレブンがあります。今日はそのセブンイレブンをリポートしたいと思います。行ってみましょう。このエボリューションストアは通常のセブンイレブンよりもとても広く作られています。通常はホットドッグぐらいしかない食べ物もこちらでは様々な出来立てフードが食べれます。飲み物もただのコーヒーだけではなくコールドブルー、キャラメルマキアートなどいろんなバリエーションのドリンクをセルフで作ることができます。コーヒー類以外にもオーガニックスムージーやシェイクなどお子さんにもとても人気です。私もオーガニックスムージーを注文してみましたがボタン一つであとは機械が作ってくれました。さらに驚くべきことに奥には様々な種類のワインを取り揃えたワインセラーもあります。店内にはラレドタコが入っていて、出来たての美味しいタコスを食べることができます。1927年、ダラスにてサウスランドアイスカンパニーという氷屋さんとして創業しました。当初は氷だけの販売でしたが、お客さんが卵や牛乳を買ってから氷を買いに来ているのを見て、お客さんがお店のはしごをする必要がなくなればと思い、食品販売も開始しました。まさにお客さんの利便性を考えたコンビニエンスストアの誕生です。翌年、従業員の一人がアラスカのお土産として持ってきた当店ポールをお店の前に置きました。この当店ポールは注目を集め、トーテムストアという名前で運営されるようになり、マーケティングツールとして機能しました。冷蔵庫の普及とともに氷販売の必要性がなくなり日常品販売に注力。その後ガソリンスタンドを併設したり店員にユニフォームを支給したりと新しいことを次々実施。1946年当時としては前例のない営業時間午前7時から午後11時にし、ご存知の通り店名をセブンイレブンに変更。1963年、大学のアメリカンフットボールの選手たちが閉店時間以降もお店に居続けていたことがきっかけで24時間営業を開始。その後店舗数やエリアを拡大しながら幾度とハプニングにぶち当たりますが、捨てる神あれば拾う神あり、そのハプニングを好転に変えながら何度も危機を乗り越えます。そして1991年、破産申請を行っていたところを日本のイトーヨーカ堂とセブンイレブンジャパンが共同で出資、約7割の株式を取得し破産を免れました。世界で20の国と地域7万店舗以上展開しているコンビニエンスストア最大手、現在もセブンイレブン本社はダラスにあります。セブンイレブンの人気商品の一つにスラーピーがあります。もともとは飲み物だったのですが、ある時機械の不具合で半分氷になった状態の飲み物が出てきました。お客さんがこれを気に入り、セブンイレブンのシグネーチャーとなりました。特別なセブンイレブンいかがだったでしょうか。なかなか日本とは違うものがあってとても興味深いですね。まあ、とはいえ日本のセブンイレブンもとても恋しいです。早く行きたいな。今回の動画いいねと思った方は高評価いいねボタンいただけると、嬉しいです。エキズミーダラスではこちらの YouTube 以外にも同じタイトルでブログもやっています。それからインスタグラム、ぜひこちらもチェックしてください。